そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2便も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえだろ。おい、聞いてんのか、カクズ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前。まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。火の国だ。そこに九尾の人中力がいるらしい。九尾のね。じゃあそいつが新たな邪神様の煮えってわけだ。せいぜいもてあそんで苦しめて始末してやるぜ。やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。いつか。おいおい、それを俺に言うかよ。楽しみだった。第三章、不死の暁。ああ、書くぜよ。火の国に入ってどれぐらいになるよ。お前についていくのはいいんだけどよ、全く人中力が見つけらんねえじゃねえか。うるさい、お前は黙ってついてくればいいだけだ。ひってえな、おい。何にしてもそろそろ暴れたいぜ。邪神様も待ちくたびれるだろうからな。人中力を見つけたら存分に暴れるがいい。ま、そりゃそうなんだけど。奇襲成功だな。あそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜ。あーちょちょちょ、なんだなんだ、いきなりな。超君撃とは情けないな、ヒダ。おい、カクズ、避ける暇があるなら俺にもトラップのこと教えろ。常に気を張ってないからそうなる。なんだ、どういうことだ。なぜあれを受けて平気なんだ。お前らがさっきやったの、めっちゃくちゃ熱かった上に服までボロボロにしやがって。その額当て、お前たちは木の葉の忍びか。俺たちは暁であるお前たちを拘束、または殲滅させるよう命を受けてきた。殲滅だ。おいおい、聞いたかよ、カクズ。俺たちを殲滅だってよ。身の程知らずのようだな。身の程知らずかどうかはやってみるまでわからないんじゃないか。隠す、こいつらは俺がやる。ちょうど暴れたかったところだしな。好きにしろ。邪神様の煮えとしちゃ小物だが、ま、ないよりはマシだろう。あまり相手を舐めすぎる、潰される。だからそれを俺に言うかよ。アスマ。ああ、鹿丸は俺のフォローだ。いつも。はい。死よりも苦しい痛みってやつをたっぷり教えてやるぜ。
俺たちも。戦闘開始。やっせオラ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 やっせ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 やってやるぞ。スライド。行くぞ。手も足も。やっせ行くぞ。うわっ打ち取ったはずだ。だが何だこの感じは。心配するな、かすっただけだ。なんだおい、結構やるじゃねえか、オタクら。くそ、なんなんだこいつ。手応えはあった。なのになぜ倒れない。お前たちと俺とじゃ、出来が違うんだよ。だが奴とて人間、必ず弱点があるはずだ。おうおう、まだやる気か。けどな、こちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ。何？すでにてめえは俺に呪われた。俺の痛みやてめえの痛み、生と死の狭間の快感を教えてやるよ。こいつ何を言ってん。あいつの痛みはアスマのって。最高だろうが。いっちょ上がりだ。ずいぶんと時間がかかったな。いや、思ったよりやるからよ。ちょっと遊んじまった。の野郎、この野郎が。あ、なんだ、お前も潰されてえのか。いいぜ、邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに捕まる。あ、助けに来たわよ。上司、いいの。なんだ、増援か。ったく、雑魚がゾロゾロと。僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかった。長司、俺とお前で時間稼ぎだ。時間稼ぎね。
もう無駄だと思うけど、あいつはもうダメだって。てめえ。いい目してんじゃねえかよ。その目が絶望で染まるとこを想像するだけでゾクゾクするぜ。待て、ヒダン。なんだ、お前も戦いたくてうずうずしてきたか。違う、お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。さっさと終わらせて陣地より気を借りに行くぞ。へいへい、じゃまサクッとやっちゃいますかね。来るぞ。無駄にあがくなって。こいつ。何なのあいつら。僕らの攻撃がまるで効いてない。俺たちの命は無限。お前たちとは違う。なんだと？もはやお前たちの敗北は確実。おとなしくくたばれ。どんだけジタバタしようと、お前らは神に捧げられる贄だ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ、本当。だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。ヒダン、やめろ。ちなんだ、誰かと会話をしてんのか。またすぐに戻る。覚悟はしておけ。行くぞヒダン。あのクソリーダー、今度呪ってやろうか。ったくよ。聞いた？女子、それよりもアスマだ。うん。
傷が急所に…これじゃ…イノ、どうだ。これじゃ…もう…イノ…もう…いい…もう俺はここまでだ。それぐらいはお前たちも分かってるはずだ。アスマ、最後にお前と。アスマ先生、喋っちゃダメだよ。チャージ、それにイノマ、石かまる。アスマ先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ。はい。お前は気が強いな。面倒見のいい子だ。長寿もしかまるも不器用だからな。こいつらのこと。それから、さくらには負けんなよ。忍術も、恋もな。はい。ジョージ、お前は、仲間思いの優しい男だ。だからこそ、誰よりも強い忍びになる。うん。少しダイエットしないとな。無理かもしれないけど、頑張ってみる。そして、しかまる。お前は頭も切れるし、忍びとしてのセンスもいい。火影にもなれる器だ。めんどくさがり屋のお前は嫌がるだろうな。そういや、玉のあの話、あれが誰だか教えてやる。耳を貸せ。アスマ、あんた、だから…あとは、頼んだぞ。先生。
だ教えてもらいたいことがあったってのに、最後まで勝手なんだよ。最後まで